お前らチーム伊達にはな、おいアウトサイダーで貸しがあるんだよ。アウトサイダーで俺が右手を折ったんだ。おい、まあその時俺は引き分けだったけどな。おいおい、忘れてないぞ。お前のせいで、お前のせいであれからアウトサイダーに遠ざかったんだ。だが今は違う。今は俺は一回りも二回りも大きくなって、今ではプロレスラーだ。いいか、だってお前にプロレスラーの強さと怖さを教えてやる。お前は俺より輝くことはできない。覚悟してかかってくるんだな。え、柴田、お前来ないかな。うえ。そう、食っちゃうぞ。この間中台選手が柴田選手とやって、ちょっとシャークで食べれなかったんで、俺は熊で食べるぞと。グリズリー。熊で食べる。熊の気持ちで食べる。そうなんです。やりたいなってずっと思ってたんで、あのうちの伊達和樹が、あのサラブレッドじゃない方の伊達和樹が、あのアウトサイダーに出てた時に、あの柴田選手とやったんですよ。で、まあ、その時ドローだったんで、まあ、いずれちょっと僕がちょっとその敵みたいな打とうかなと思いました。今回僕も中台選手には多分負けないぐらいエンターテインメントなちょっと試合をしたいと思います。噛みましたね。口が乾いちゃってるんですよ。噛み食っちゃったから。確かに中台選手がちょっとこう飲まれてたというか、こう会場に飲まれてた、もう柴田選手がもう会場を味方にしてたっていう、なんかそんな印象がある試合じゃない。柴田選手結構膝が出てたイメージがあるんで、僕も膝結構出るんで、なんか膝対決なのかなって、そんな感じ。膝対決。膝の打ち合い、新しいです。パンチの打ち合いじゃなくて膝の打ち合いかなって今回思います。僕もちょっと面白くちょっとペースを作って、柴田選手よりも目立つっていう、そこですね。いかに目立つかで勝つ。でプラス食べる。食べる。なんで食べるんでしょう。クマですから。そうです。なんかもう最近ちょっと右肩上がりになっちゃって、肩が上がりすぎちゃって、調子乗っちゃってますね。調子乗っちゃってやっちゃうんじゃないかなって、そう思っちゃいます。そう、とりあえず柴田選手よりも目立てば、なんかあいつ面白いんじゃないのかなっていうので、こう味方にするっていう、そういう作戦。そうなったらいいな。なったらいいなっていうやつ。じゃあ具体的にはないんですね。ないですね。今年のゼストは最初からフルスロットルで飛ばします。振り落とされんなよ。Z44 2月22日日曜日、ディファ有明、チケット絶賛発売中。